どうも、ゴテスです。今回は、紙の上にコンパスを使って書いた図形ですね。なんちゃって魔法陣なんつってますけど、こちらをね、スキャナーでパソコンに取り込みまして、フォトショーを使ってダヴィンチの有名な、絵でですね、ウィトゥル・ウィヴィス的人体図だったかな、1487年頃に書かれた、ダヴィンチが書いた、人のこう手広げて足広げてみたいな絵ありますよね。そんな感じでね、ちょっと仕上げてみたいなと思います。で、画面はどんどん進んでると思うんですが、読み込んだものをですね、一度、カラーバランス変えて、で、回転させて、見せたい方向に変更してですね、で、これコピーします。で、一回ファイル閉じて、新規を起こしてペーストしていきます。そうすると、これから今完成まで進む、ファイルがここに用意されました。で、ここでもね、カラーバランス変えていきます。で、赤とイエローね、赤というかレッドですね。レッドを強めて、イエローを強めて、で、一回フィルターから、ダストスクラッチかけましょう。これで、もう見たままですね。こういうような効果が出るんですね。で、いろいろこう調整してあげてですね。まずこの段階で、今ここの作業、ちょっとレイヤーが狭くて ちょっと分かりにくいだろうということで、移動して、じゃがじゃがじゃん、見やすくしてます。なんで、ここの部分は一切気にしなくてください。で、レイヤー1コピーして、そのままペーストするとレイヤー2が現れます。で、そこに同じ画像が用意されるんですけど、で、上の画像にですね、またダストスクラッチ加えます。じゃん。これも様子見ながら、プレビュー画面を見ながら、調整していきます。で、次ですね。で、イメージレベル補正で、レベルを変えます。じゅん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 。で、これもプレビュー画面見ながら、この線の濃さがね、こうグッと上がってきますね。で、ここで一旦、レイヤー1と2を入れ替えます。で、上のレイヤーをこちらの通常からですね、定山に変えて、で、透過というか、重なり合う状態ですね、レイヤー同士が。で、この色の濃さを出しておきます。で、それを、統合して、で、統合したものをまたコピーしてペーストします。で、ペーストした側にイメージでトーンカーブから、数値を変更して、効果を加えます。で、この効果の加え方はやっぱりちょっとやって自分でやってみないと分かんないと思うので、あくまでも参考程度に、こんな感じでやってますよっていうところを見てですね、いろいろ調整してみてください。次いきます。で、同じく上のレイヤーを下のレイヤーに対して定山します。で、レイヤー結合します。そしてまたコピーしてペーストします。この作業を何回か繰り返します。で、イメージからサイドを変えます。サイドを変えたらどうなるのかなっていうのは、このプレビュー画面を見て、なるほど、こうなるんだなという具合ですね。で、また同じことを繰り返します。で、今度は不透明度をちょっと下げて、で、色のこう濃さを調整してあげましょう。次です。で、出来上がったものは一旦レイヤー結合し、で、今度はですね、この結合した画像、1枚の画像を、イメージからグレースケールに変換します。で、グレースケールにしてからさらにレベルを補正します。こちらで、さらにちょっとノイズ感のあるような雰囲気に仕上げて、で、ここ
ですね、モードを今度 RGB に戻します。でここからまたカラーバランスを変えます。レッドでまたイエロー、まあ、この辺調整ですね、まあ、自分が意図する雰囲気に一旦持ってくような感じですか。でさらに、今度はもうちょっと雰囲気を出すためにイメージで色相とサイドを変更します。この微妙な、なんていうんですかね、まあ、雰囲気を作る感じっていうのはいろいろなパターンをね、何でもやってみた方がいいと思います。でさらに、加工したものをコピーしてでペーストしてフィルターからノイズ、ダスト、スクラッチですね。今回はダスト、スクラッチが大活躍です。はい、でここで調整して、はい、ちょっとこんな感じですね。でさらにちょっとぼかし、ガウスを加えます。バン、この辺もプレビューを見ながら調整ですね。はい、で今度はバリエーションで色味を変えていきます。より雰囲気をね、いい感じに仕上げようかなという微調整をここでしておきます。で太明度を変更してですね、はい、ちょうど下の画像にかぶせるような形で、これもプレビューで様子を見ながらちょうどいい感じにします。で、レイヤーを統合してこれで完成ですね。まあ、もっともっと雰囲気を上げたいんでしたら、まあ、さらに2度3度と、今の作業をちょっと繰り返してみると良くなるかもしれません。ということで今回は、フォトショップを使った画像の加工の一例ですねをレビューしてみました。それではまた皆さんお会いしましょう。ごたつでした。